はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員くつだりょうでございます。田中様、夏美様、タジマックス様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。たまに正気になると評判のですね、玉木雄一郎国民民主党、今後の国会対応に関し立憲共産社民の枠組みから離脱決定、野党合同ヒアリングという名のですね、官僚臨時会にも参加しないと発表しておりました。共産が参加する枠組みにいられないということらしいであります。ネットの反応です。逃げるが勝ち、五毛パヨ発狂、立憲共産党嫌われすぎ、一般人の共産党嫌い思い知ったか、現実的な野党を目指すのか、間抜けなヒアリングごっこもうんざり、立憲共産党と一緒じゃお先真っ暗だしね、選挙終わってから言い出すのがとっても姑息だが、改憲勢力で生き残るしか道はなくなった、共闘せずに議席増えたから当然、そもそも民主主義党が共産主義党と組むとか頭おかしい。そうなんですよね。共産主義者が民主主義の最たるものである選挙に立候補するっていうのも全くおかしな話でね。共産主義者はですね、選挙なんかに出ずに部屋でしこしこ火炎瓶とか作ってりゃいいのにね。共産毒が隅々まで回った、立憲はですね、共産との離婚は不可能状態。いいですね。共産も話す気皆無ですしね。誰のおかげで倒産できたと思ってんだということで、共産党は立憲に永遠に規制または搾取する気満々であります。あるいは乗っ取るつもりでいるかもしれません。まるでヤクザに貸しを作ってしまった状態ですね。Godfather のですね、1のですね、冒頭なんですけど、私たちは友達だろ、葬儀屋さんイエスドンつって、葬儀屋さんがなんか頼み事に行ったんだよね。娘の仇を取ってもらいたいつってですね、ドンが金でそんなことをできるかって、友達じゃないとみたいな話してですね、私たちは友達だろって言うとですね、ドンに忠誠を誓うっていう風になっちゃうんですけどね、この人ね。葬儀屋さんはこの時どえらい借りを作ってしまいまして、ヤクザに貸しを作ったんじゃないわ、借りを作ったんですね。これもうしばらくは逃げらんないですね。野党共闘の世間の評判の悪さに恐れをなしたかと思ったんですけど、国民全色がいる選挙区に共産党が候補者を立てたことを問題視だそうであります。意外とちっちゃい理由だな。公表してる理由はこれなんですけど、共産党と一緒になんかやってられるかというのも あるんだと思います。だがしかし民民も立教と一緒にですね、立憲と共産と一緒にですね、18連休を満喫した党であります。国会サボって18連休した党、共産と協力せずに議席増えたことに味を占めて、今の状況に合わせてフラフラしているだけかもしれないので、しばらく様子見しないとな、本当に改心したのかなみたいな、様子見しないといけないですよね。民民はですね、支持団体が、電力をしこたま使う、電気量は安い方がいいっていうですね、自動車労連や電力労連、電気労連なので、そのうちですね、はよ原発動かせやって言い出すかもしれないんですよ。支持団体にせっつけられてね。その部分は自民と協力したりすんのかなって思いますけれども、これ自動車とか電気電力労組の中のですね、ガジガジの共産主義者っていうかですね、体制に逆らう俺かっけーっていうバカの数が減ったんでしょうね。ぶっこその他で、落としには勝てずに減ったんだと思いますよ。革命を起こして独裁したい、人が俺の言うこと聞かないとおかしいみたいな、
おかしな考えに取りつかれた高齢者がだいぶぶっ壊して、老祖もですね、自分の徳を追求するようになったんでしょうか。次も五毛パ発狂案件であります。議席4倍増で勢いついた維新の馬場幹事長56歳、議員は過去の国籍を公表すべき、公人なんだからと主張しております。幹事長の言うことですから、これは維新全体の統一見解なのかなって思いますけれども、ネットの反応です。アメリカでは常識、これやってない方が異常、陳さん発狂、安全保障に関わることなので賛成、3代前までの公表を義務付けないとね、帰化人でも日本のために働くなら、反対するやつは後ろめたいことがあるってこと、尖った主張っぽく見えるがこれが世界標準だから、公表で票が減るってことは有権者にとって重要な情報だってこと、立憲共産大ピンチ、陳さん蓮舫さん大ピンチですねこれね、小沢一郎も大ピンチですね、あとは大ピンチのやついるかな、ちょっと疑わしいやつ、あと誰かいたっけな、勢いに乗ったところで、あ、菅直人、大ピンチですね。勢いに乗ったところで、露骨にですね、立憲と共産を潰しにかかりましたと、私は感じたんですけど、どうなんでしょうね。アメリカ大統領は、3代前から、米国人じゃないと、資格なし、立候補できない、そうであります。ある意味ですね、年齢や学歴、職歴なんかよりも、よっぽど重要な情報で、公表は世界の常識ですね。まあこれに反対するやつは後ろめたいところがある連中ですよ。スパイ防止法に反対するやつはスパイと一緒のようなもんでね。馬場幹事長ね、帰化人の立候補禁止しろって言ってるわけじゃなくて、公表しろって言ってるだけで、まあね、帰化人議員の所業はですね、ネットで厳しく見張られるので、公表だけでいいかもしんないですね。変なことやったらすぐね、あいつらっつって、叩かれて、落選すんだから、まあ公表だけでもいいかもしんないですね。赤兵さんみたいなですね、中共大っ嫌いな、元中国人の赤兵さん、帰化人もいるわけだし、まあ本人の所業次第ということで、日本人の血がですね、一滴も入ってない帰化一世が立候補できんのは私はどうかと思います。パクシン君とか陳哲郎とか、あとね、新宿の区議会選挙に毎回出てるですね、リー・コマキってやついるんですけど、それね、毎回票数増やして次あたり当選しそうなんですよね。やべえなーって思います。まあ、血統主義って言うんですけど、日本人の血が入ってないとさすがにまずいんじゃないか。これね、反日活動目的で、帰化しまーすっつって、日本人に帰化して立候補しまーすっつって、で当選しちゃったらやりたい放題されちゃいますよね。パクシン君とか陳哲郎みたいにね、これは禁止でいいんじゃないのかなーって私は思うんですけどね。まあ親の代に帰化とか、爺さんの場合第2期かとか、それはまあまあね、立候補はダメだって言う気はないですけど、それはまあ公表してもらって、本人の行い次第で、で、俺らも厳しく見張るということで、ということで、この維新の馬場幹事長の意見には私も大賛成であります。まあ追加でですね、一斉はやめろ、一斉は。日本人の血が全然入ってない人はやめろよということを付け加えさせていただきたいと思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。いいよ、デトックスジャパン。